はい、それではエレキで弾こうスライドギターのね、実演としてポップスをマイナーキーで弾いてみようというね、今回は例題曲になっております。まあ有名なマイナーキーのポップスの曲のこうコード進行を使いまして、その上でスライドでねメロディーを作ってみましたので、まずは聴いてみてください。という感じになりますね。最初はこの E マイナーのところでこの E の音をメジャーセブンで飾って、このフィフスの音に落とします。で、スケールの音で、で、4拍目にタラタンが入りますね。タラタン、2と3と4と、そして次は B セブンの、このね、3の音。そこから、1と3というふうにスケールの音に上がっていきます。はい、で、次 D のところで3と4やってますが、これも実際は D7 の D の、このサードからフィフスという流れで「うったったうったったった」「1と2と3と4と」というリズムで弾いてますね。でその後に「1と2」このまた A のどのシャープサードの音ですね。ここから入って、はい、本来この E マイナーのキーだったらこのね、A ではなくて A マイナーが来るはずなんですが、ここはあのコード進行上 A が来てますので、その上にこのねドのシャープを弾いてあげると、非常にこのコード進行に合わせてソロを弾いてる感じが出るので、ドのシャープから入って、でその音いってつまりこれはサード入った後にセブンスに行ってナインスに行ってルートに落ちるというフレーズを入れてます。で次 C のところで完全にこのね C の音フィフスルー追いかけて、またメジャーセブンルートメジャーセブンで飾って、ね、G のこのルートの音に向かってミーファーソと上がってきます。Aマイナーでドシラミ、Aマイナーの方ねルートから入って、そこからねスケールを下がるわけです。ドシラミまで来たら、ここのね9フレットでバーを置いておいて、この B7 B 特有のフレーズですね。このコードの音987を追いかけてます。スケールではなくてコードの音をルート半音下ね、次サード半音下、で次フィッシュの半音下っていう風にね、一回半音下に行って戻るというフレーズをドドドドってやってるわけですね。最後にこのルートの音にギューッていきます。はい、そしたら同じコード進行また来るので、今度は E マイナーのところでちょっと203連タッタ歌つてっていうね感じで、あのちょっとため気味に気持ちを込めて弾いてみてください。で次 B のところはフィフスの音に行きますね。あとはペンタトニックスケールの音なんですが、この14にはね少しこうちょっと大きめにワオーと持ってって、それを少し下げます。でワオーって感じを出してください。って感じですね。で裏拍からってね、ちょっと複雑なんですが、この D のフレーズ基本はこの D の7フレットのところを中心に弾いてます。で打ったでブルーノートから入って、ね、ここが上がっていくわけですね。ってねルートを絡めながら上がっていきます。このブルーノートのプラ
ツサード、そこから普通のサード、で次はサス4からメジャーセブンへ、で D の、ルートに行くというフレーズ、ウッダダ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 、ね、3連符が急に来ますので、タビタデデデデデ、この8のところで頭を合わせて3とシッと弾いてあげてください。で次は A のところで、A のところでこの12フレットに上がります。3拍伸ばして、そのままこの2弦の順位で下ろして、まあ、これは飾りの音ですね、あんまり思い聞かないんですけど、してくださいね。ボーンと落として1と2と3と4、というふうに同じリズムで同じモチーフでラッシュと C のルートへ、次 G のサードから1と2と3と上がります。で最後の C との対面から次の Am-B7 というあのコード進行のフレーズ、でそこから2マイナーに落ちるようになってますので、でまとめのフレーズを弾きますね。C とこの G のコードの一番最後で C と10に入ったら、そのまま14にテーッと上げてください。1と2と3と4と3、最後は E マイナーのサードの音に落とす、1と2みたいな感じで、終わらせればいいと思いますね。ちょっとフレーズを細かく見てみましたが、少しスライドのテクニックについてもね、触れながらもう一回言ってみます。この最初、ね、少し小指側からこうずらすんでしたね、絞る感じをしっかり出します。でカットして2弦に入ると綺麗だと思いますね。しっかり上下ミュートして、で3弦に移ります。ミュートも一緒に移りますよ。でうっとで、ね、しっかり挟んで移ってますね。うっと、これはね D の一部なのでコードの一部ですから、そのまま分けて弾いてもいいんですが、そのまま人になった人で少しコード感を出してもいいと思います。3だけどこのこれはしっかり締めますので、1弦はちゃんと2弦にね親指を置いて弾きます。ね、絞るように12番でカットして10へ行って、これをこう抜いて終わりにします。ピュッと下げてね、音を処理してあげると綺麗だと思います。で次の C はちょっと大きめにグイーンと絞ってね、で次は787この7のところで切ってあげるといいですね。で大きく13、少し振ってあげてください。1拍ずつのフレーズなので、そしたらスライドではよくあるリズムですね。ダリラダリラダリラダーンですね。3連符ではなく16分音符で弾いてますので、12のところで長さを合わせる感じでもいいと思います。なぜかというとダラ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 と頭来ないんですね。ここで長さを合わせて次の今のところで入ってくださいね。12フレット、ギュッと絞って上がってカットしながら1弦に移って、もう一回上げ直す。で次はワオですね、さっきのワオで早いですがパッパッパーっていう風にね、綺麗にミュートもしながら上がってください。で次はこれも細かいんですが、しっかりこうミュートもね、弦が変わるごとに、一緒についていきます。この挟んでる中指親指がこうちゃんとこうねずれる、一緒にずれていくんですよっていうのを覚えてください。この辺が速くできるようになると綺麗にスライドができるようになると思います。うっだだ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 、自然に1点これ3拍伸ばしますので、しっかりビブラートで4拍目に落として、これは引きずらないでフィヤフィヤってならないように、ダーッ打ってダーッ打ってダーッ、同じリズムだ
同じリズムで弾いてんですよっていうのをね、しっかりこう示してあげるのが大事。で、C とで12入れて、そのままパッパッで、ここはキーのブルーノートが11入ってます。で、パッ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 パはい、これが一応ね、細かいスライドの注意点を含んだ解説だったんですが、最後にね、ゆっくりリズムに合わせて弾いてみましょう。危なかったですが、こんな感じで、リズムをしっかりとってね、弾くのも単音フレーズを弾くときはね大事ですので、リズムをね忘れず、リズムをしっかりとることを忘れずに、弾いてみてください。はい、それでは、ね、次ロックンロール編いってみましょう。